スクールガールゾンビハンター。ちょっと落ち着いたね。自分で思うより疲れてたんだなって思うよね。リサ、大丈夫かな。ねえ、リサリサってさ、サユリンと一緒に住んでるんだっけ。そう、リサが幼稚園の時、ご家族が事故で亡くなってうちに来たんだ。それからずっと一緒。今ではもうすっかり妹みたいなものかな。ああ、なるへそ。それでか。ん？何が？いや、リサリサってば何かっていうと、さゆりさゆりって。私も構いすぎるのは良くないって思ってるんだけど。まあ、人それぞれだからマヤヤは知らんけど。そういえば、マヤヤちゃんもエナミさんと幼馴染なんだよね。ああ、そうね。親同士が友達だから、もうマヤヤが生まれた時からの知り合い。ま、生まれた時の記憶はないけど。じゃあ、本当にちっちゃい頃から遊んでもらってたんだね。遊んでもらってと、というよりも、マヤヤが遊んであげてる感じかな。え？そうなの？だってエナミ、友達いないもん。見たらわかるっしょ？でも、サッカー部のエースで、みんなの憧れの的じゃない？いやいや、それは表面上だよ。エナミはすーんごく不器用。え？不器用？自分がこうと思った通りにならないと、どうしていいかわかんなくなっちゃう感じ？しかも、それを他人にも求めるから。結局一人ぼっち。そっか。マヤヤだって、ちょっと宿題とかわかんないとこ聞こうとしたら、わからないのは努力が足りないからだとか、お説教されんだよ。そっか。でも、先輩らしいかも。そうね。エナミンらしい。エナミンはね、みんなが思ってるよりも、不器用で努力家。自分にも他人にも厳しい。そこが、幼馴染としては心配なんだよね。何？何よ、この大群。しかも、いきなりすぎ。マヤヤさん、気をつけて。天井にもいる。もう、どうしてゾンビってどいつもこいつも悪趣味なやつばっかなのかな。マヤヤちゃん、こいつら倒して拠点を守るよ。もちろん。行くよ、さゆり。守り抜くよ。みんな。Thank you.
だな。俺はレン、こいつらのまあリーダーってとこだ。リーダー？やっぱり。実はお前たちにちょっと用があってな。一緒に来てもらうぜ。え、何？ナンパ？嫌に決まってるでしょ。ちょうどいいかも。ここでリーダーを倒せば脱出できる。おい、お前らこの女どもをおとなしくさせろ。殺すな。さゆり、こんなとこでやられてたまるか。もう一体何があった。した方がいいかも。こちらはドット PF です。通信をどうぞ。こちらはキルタク高校です。救援物資をお願いしたいのですが。わかりました。ではすぐにドローンによる投下を行います。よろしくお願いします。今の音、救援物資が来たのかな。取りに行かなくちゃ。
ゾンビハンター、こちら ZPF、 ZPF です。通信してください。あ、通信。はい、こちらは切り裂く高校です。通信できてよかった。今そちらに救援物資を送りました。え、誰かが要請しましたか？これはこちらからの差し入れ。ありがとうございます。まもなく到着するはずです。頑張って生き抜いて。はい。救援物資届いたのかな。ゾンビに取られる前に取りに行かないと。リロード。
リロード、あと10体。次から次へと。リロード。こなせるかな。大丈夫、リザなら使いこなせるって。自信を持って。うん。そういえば久保田はナリナタブの所属だったな。はい、さゆりのおじいちゃんに子供の頃から教えてもらってるので。でも全然強くなれなくて才能ないんです。そんなことないよ、リザは筋は悪くないと思う。おじいちゃんも言ってたよ。ああ、私もそう思う。え、上条先輩？私は武道に関しては素人だけど、スポーツをやっている身としてそれなりの目は持っているつもりだ。スポーツ大会の時、なぎなたの試合をしている久保田を見たことがある。その時、久保田は試合に負けていたけど、相手よりも動きが綺麗だと感じた。秋葉が言うように、もっと自信を持てばいい。ほら、上条先輩だってこう言ってるんだし。はい、ありがとうございます。私に足りないのは自信。うん、頑張ってみようと思う。その調子だよ、リサ。ゾンビハンター。そうだ、そろそろ救援物資をお願いしようかな。こちらポッド PF、 こちらポッド PF、 通信をどうぞ。あ、霧崎高校です。救援物資をお願いします。わかりました、ドローンによる投下を行います。はい、ありがとうございます。来たのかも。取りに行かなくちゃ。救援物資を取りに行くよ。
それでよし。全部倒す。スクールガールゾンビハンター。そうだ、そろそろ救援物資をお願いしようかな。こちらポットピーフ、こちらポットピーフ、通信をどうぞ。あ、霧崎高校です。救援物資をお願いします。わかりました。ドローンによる投下を行います。はい、ありがとうございます。あ、今の音、救援物資が来たのかも。取りに行かなくちゃ。救援物資を取りに行くよ。you
ちょぼーん。さゆり、私は好き。おじいちゃんの真似、私は好きだから。スクールガールゾンビハンター。こちらは ZPF です。通信になります。あ、通信が。はい、こちら切り裂く高校です。今こちらに救援物資を送ったわ。そろそろ物入りになるんじゃないかと思って。お、ありがとうございます。助かります。まもなく到着するはず。受け取ってくださいね。救援物資が届いたのかな。よし、取りに行こう。私たち調子いいかも。これでよし。
ークの写真だ。本当だ。みんな大丈夫かな。うん、きっと大丈夫だよ。だっておじいちゃんがついてるもん。そうだね。うん、きっと大丈夫。アキハ、お前のおじいさんは武道の達人だと聞いたが。ええ、そうです。すっごく強いんですよ。アキハ源五郎丸、剣道、薙刀、柔道、空手、弓道、ありとあらゆる武道に通ずる、まさに究極達人ですわね。え、何それ、地球最強の生物ってこと？小野崎さん、よく知ってますね。私も心得がありますので、ご孔明は金がね。私は武道には疎いが、達人源五郎丸の名は聞き及んでいる。きっと素晴らしい方なのだろう。そうですね、武道においては。私がお風呂に入ってると一緒に入ろうとするのはや。クールガールゾンビハンター。さゆり、さゆり、どこ、どこに行ったの？さゆり、私のせいだ。私がもっと早く気づいていたら、さゆりは。あなた、少し落ち着きなさいな。見苦しい。落ち着く？どうしてさゆりがいなくなったのに。どうして落ち着いていられるの？久保田、お前のせいではない。金崎の言う通り、冷静になれ。上条先輩、先輩はマヤヤが心配じゃないんですか？だって幼馴染なんでしょ。いないんですよ。そうだな、ここにはアキハも姫路も二人だったものもない。もしかしたら戦う相手になって今頃そこら辺を歩いているかもしれませんわね。よせ久保田。
それじゃあ私はこっちを探すね。探してないところがある。